クリックすると、ドイツ語のアルファベットのプレゼントがもらえるよ。こんにちは、マギシです。今回は、ドイツ人にありがとうを言えるようになっていきましょう。イエーイ。もしドイツ人の友達ができたら、なんかこう、ありがとうなーっていう気持ちを伝えるためには、どういったフレーズがあるのでしょう。それは今回勉強していきます。まず、シンプル。ありがとうを勉強します。Danke。一回振り返してね。Danke。Danke。Danke。ありがとう。で、ちょっと、丁寧になると、Danke、綺麗みたいな感じ。Danke schön。Danke schön。おー、Danke schön。Danke schön. Danke schön. Danke schön. ありがとう。Danke より Danke schön の方が若干丁寧です。で、ちょっとフォーマルの、ありがとうっていうのもあります。Vielen Dank。もう一回繰り返します。Vielen Dank。Vielen 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 っていうのはたくさんという意味です。たくさんありがとうございます。例えば、ドイツ語で大学でリポートをします。人の前で話します。その一番最後のところに聞いてくれてありがとうございます。Vielen Dank fürs Zuhören。このように、Vielen Dank の方が一番丁寧かもしれません。たくさんありがとうございます。よかったら覚えてみてね。で、次は、どっちかというと書き言葉なんですけど、besten Dank もよく使います。振り返していきましょう。besten Dank。besten 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 Dank。best っていうのは何かというと、good の元も級です。good。besser am besten。だから、最もありがとうございます。だからこう、すごくこうね、ありがとうと思った時に、besten Dankを言うともありですし、メールにも書くこともできます。で、さらに、書き言葉として使うのは、herzlichen Dank。これはなんか人と話すときそんな使わないけど、文章でよく見ます。ドイツ人の方ともしメールのやり取りしたときに、besten Dankを使うかもしれない。besten Dankじゃない、herzlichen Dankを使うかもしれない。Herz っていうのは心からありがとうございます。herzlichen Dank。herzlichen Dank。herzlichen Dank。Herzlich は本当心からありがとうございます。Herzlichen Dank。で、あとは、なんかこう、親しい、なんか本当に嬉しい時、Ich danke dir っていうのも、います。私はあなたにありがとうみたいな感じ。私はあなたに、なんかこう、感謝を思ってます。その時は、Ich danke dir。Ich danke dir。Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. 私はあなたに感謝をしています。Ich danke dir. Ich danke dir. で、あと、例えば、なんか、ドイツ人から、こう、プレゼントをもらった時、今こうクリスマスでサンタさんから何かもらったとします。で、そうすると、Vielen Dank für das Geschenk。Vielen Dank für das Geschenk。プレゼントをありがとうございます。だから、für を使います。für の、なんかそれにありがとうございます。Vielen Dank für das Geschenk。Vielen Dank für das Mitbringsel。Mitbringsel はお土産。日本からのお土産ありがとうございます。Vielen Dank für das Mitbringsel。で、あと、困ってるとき、例えば、ドイツの電車に女性が一人でとても重いスーツケースを乗ったら、ドイツの男性がその荷物を勝手にこう階段の上に登ってくれることはあるんですけど、でその重い荷物をわざわざ運んでくれる人に対して後で本当に手伝ってくれてありがとうございます、私一人だったら階段重い荷物で登るの大変だったので本当にこう感謝ありがとうございますっていう時はvielen Dank für deine Hilfe。vielen Dank für deine Hilfe。Hilfe っていうのはなんかこう手伝いみたいな、なんかこう助けてくれて。vielen Dank für deine Hilfe。vielen Dank für deine Hilfe。あとなんかこうドイツ人がそのなんか頑張りましたお疲れ様ですって言わないんだけど、私のために頑張ってくれてありがとうっていう時だとvielen Dank für ihre Mühe。Müheはなんかこう疲れさせた、領導させてしまってありがとうございますみたいな。vielen Dank für ihre Mühe。vielen Dank für ihre Mühe。vielen Dank für。だから、vielen Dank の後に für を使って、で、その後に何のためにっていうのを言います。あとは、例えば、最近今ドイツでコロナでマスク義務なんですけど、マスクしててください。で、その後に、それを、なんかこう、理解してくれてありがとうございますっていう時だと、vielen Dank für ihr Verständnis。vielen Dank für ihr Verständnis。Verständnis というのは、verstanden から来ています。verstanden というのは理解する。理解してくれてありがとうございます。Hier gilt Maskenpflicht。ここマスク義務です。vielen Dank für ihr Verständnis。理解してくれてありがとうございます。で、あと、例えば、誰かにうちに誘われたとき、デートに誘われたとき、一緒にアイスクリームを食べに行くとか、何かに誘われたときに、ありがとうございますというのは、vielen Dank für die Einladung。vielen Dank für die Einladung。このように、本当にたくさん感謝をするフレーズがあります。で、あと、すごい面白いのは、ドイツ人ってなんかこう、ありがとうって言ったら、もう、どういたしましてってすぐ言い返すんですよ。ありがとう、どういたしまして、いいよ、みたいな。ありがとう、どういたしまして。で、それもちょっと、どういたしましてっていうのも、セットで覚えていきたいと思います。Danke, bitte。Danke, bitte。bitte は、どういたしましてです。bitte。で、さっきと同じく、Danke schön と bitte schön。なんかこう若干丁寧になります。bitte schön。bitte 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 schön。あと、いや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 、何の問題もないよ。なんかこう、大したことないよだったら、danke schön。いや、kein Problem。kein Problem。これは英語の no problem ですね。いやいや、no problem、no problem だ。kein Problem。kein Problem。さてどうでしょう、ドイツ人にありがとうって言ったことありますか？どんな時にドイツ語でありがとうを使ったことあるのか、よかったらコメント欄に書いてきてください。よかったらそのフレーズを使ってドイツ人に感謝の気持ちをよかったら伝えてみて、私に感謝の気持ちを伝えたいなと思ったら動画にいいねボタンを押してください。今日も最後までありがとうございます。チュース。